はい、こんばんは。パルプンテ鬼山と申します。今回もですね、アリーナバトルパート6ですかね、撮っていきたいなと思ってます。それでですね、今までちょっと夜勤明けの撮影が続いてて、もうすごいボケーとしたふぬけた動画になってたんですけど、もう今回ぐっすり寝れたんでね、もうしっかりテンション上げて撮っていきたいなと思ってます。それでですね、事前登録が始まりましたね。ついにこの事前登録でですね、もう新規さんが増えてくれたらすげえありがたいなと思ってるんですけど、ただ不思議1枚って魅力を全く感じないですよね。1回、他のゲームでも2、3回引けますよ、最初のやつね。で、自分らの方が逆にありがたいですね。デビモン1個もらえたんで、やっぱり大きいですね。デビモンが1個手に入るっていうのは、このゲームのいいところはやっぱあれですね、課金しただけじゃなかなか追いつけないんですよね。小山っていうか、昔からされてる方に施設のあれもあるんですけど、やっぱりデビモンの数が決まってるんで、やっぱりスキルマンにしてるのとしてないのが全然違いますからね。なんでそういう面でやっぱり追いつけない部分とか、そういう課金で埋めにくい部分があるっていうのがね、また戦略として、またどのモンスターを集中して効率よく育っていくかみたいなのがあるんで、そういうのがすごい楽しいですよね。それまた新規さんが多分おそらく増えると思うんで、できればですね、巨人10回とかも予定には入れてたんですけど、攻略動画。あとですね、そういう本当に基礎的なこと、最初どのモンスターを育てたらいいとか、進め方とか、ルーンの説明とかですね。ルーンの説明って言っても本当に細かい、246偶数ルーンが、パーセントがいいとか、そういうのを動画も上げていきたいなと思ってるんで、よろしかったらですね、自分が動画上げた後、おかしかったらご指摘いただいたり、またコメント欄でやっぱりこうした方がいいよっていうのをいただけたらね、すごい嬉しいし、その、審議の方はコメント欄見た時に、あ、そういうのもあるんだなっていうのがわかるんで、大変助かります。なんで、この動画を通して、ちっちゃいコミュニティなんですけどね、この動画を通してね、新規さんに何か活躍できる場をね、一緒に作れたらなと思ってます。それでは長々と失礼しました。では、アリーナ戦始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今ですね、タワーじゃねえよ。タワーじゃねえ。ちょっと自慢が入りました。ごめんなさい。100クリアしました。土の子さん、土の子さんっていうね、すげえ、自分めっちゃ好きな、生主さんがいるんですけど、その方に教えてもらってね、いろいろとアドバイスもらって、とクリアしたんですけどね。はい。で、今ですね、ランキングは赤星、あ、違う、ごめんなさい。赤星なんで。金星2のランキングは2623位。ちょっと、金2でも下の方ですね。3000から金2なんで。この、ちょっと、いつもより低いところから、いろいろとアリーナ戦取っていきたいと思います。それでは対戦相手選んで、またそこまでカットさせてもらいますね。はい、最初はこちらの方と対戦していきたいと思います。と言ってもですね、個人的に対戦したいだけで、これですね、アルタミエル持ってはるんで、すごい珍しいですね。アルタミエル自分めちゃくちゃ欲しいんですけど、このパーティーと戦っていきたいと思います。もうリーダーがね、アルタミエルなんで、ベラディオンの体力も相当上がってますね。で、デバフを入れてからの反撃、アリキ・カミラの効果力でどんどん叩いていく感じですかね。ヒザルにデバが入ると多分落とされちゃうんですけど、今回はですね、このグリフォンを入れて、速度と免疫がないんで、こういう足止め系を使ってですね、攻略していきたいなと思ってます。自分グリフォン結構遅いんですけど、220しか速度がないんで、基本260ぐらい欲しいんですけど、まだ全然厳選が進んでなくて、ちょっと遅いですけどね、この PT でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。いや、光矢かっこいいっすねー。いいっすねー。終わった。ちょっとね、動画ソフトの調子が悪いんですね。とりあえず白夜を打っときますね。白夜の呪い、いいっすねー。ただパッシブで止められる。
ただスタンはでかいですね。反撃来ないんで。回復を入れたいのは山々なんですけど、ちょっと回復が風姫しかいないんで、あまり入れないようにしていきます。こっちもスタン狙い、基本的にね。で、デバフ用品はグリフォンです。行きたいです。ミストが入るんでね、基本的にあんまり防御デバフが入んないんじゃないかなと思うんですけど、ここで一旦速度があんまりないと思うんで、ベラデオンにつけておいて、これついたのかな、見えないよこれ、見えないな、風見えないな、これついたかな、これついたんで一気に攻めていきますかね。こっからバフつけて、とにかくこのベラデンを落とす、ベラデンを落とす。カミラは怖くないんで、基本的に動かれて一番困るのは風姫ですね。どうしましょうね。ただ3人動けるんで、ベラデン3人で落とせますかね。グリフォン、アリア、風姫で落とせたら一番ありがたいんですけど、ここは素直に攻撃ですか。よし落とせた、いいですね。こっからもう怖くないんですね、デバフがないんで。とりあえずミスつけときますか。クリスタル出るね、スクリ上げてないんですけどね。いいですね、順調溜まっていってますね。とりあえず反撃が痛いんで寝かしたい。ナイス、いいですね。アリア、ここで落としたいのが風姫なんですけど、硬いですよね、風姫。よいしょ。寝かしたい。どうしましょうね。攻めますか。ナイスターン。スターンはありがたいですね。で、ゲージを上げます。どうしましょうね。回復阻害つけたいんですけど、一旦待ちますね。何も行動できないんで、この現在風姫はなんで、ここでデバフをつけて一気に削ります。やめてほしい、つらい。でもプラス5ですね、上がってきましたね。ここは普通に風姫を攻撃します。で、他が怖いんで白夜を撃ちます。こっからですね、一気に攻めていって、動画ソフトの調子が悪いですね、結構。パソコン、でもパソコンつけっぱだったからかな。しまったな。どうしよう。アルタミールですかね、落とすの。あ、そうか。アルタミール回復持ってるんだけどな。どうしよう。まだ回復いいですね。いたのはいいですけど、起こしちゃうんでね。カミラに打ったらいいのかな。そろそろ回復が来るから、阻害をつけたい。ナイス。これはいただいたかな。速度上げます。よいしょ。よいしょ、改め。回復。いけてますね。やっぱり速度、バナードがやると、やっぱり結構安定しますね。よし。ナイスターン。ナイスターン。いいっすね。あとはカミラをゆっくりと料理する感じですね。ナイス、クリティカルやめて、ありがとうございます。クリティカルやめて、ありがとうございます。どうしような、もう僕ないんですけど、あ、回復阻害とかやらしいですね。クリティカル入るとダメになっちゃうんですよ。おー、いいですね、順調っすね。いいですね、やっぱカミラに風さすなよ。ヒサルはいいっすね、なんかええ感じでこのバトルができます。じゃあ次の方いきます。はい、続いてはこちらの方と対戦していきたいと思っております。相手の PT はですね、この速度を上げながらバレッタで持続とか、アナベルで睡眠や防具デバフ入れて、このアカムでですね、多分スキルさんの持続が、持続じゃない、弱化効果が1個につき 30% ダメージが上昇する。全体攻撃で一気に落としてくるんじゃないかなと思います。なのでね、できるだけ回復を積み、かつ体力を上げて、
で、シールで一気に落としていきたいなと思ってます。それでは対戦よろしくお願いします。リカちゃん、いいですね、欲しいですね。おっと、早速、いいですね、やっぱりスタンが入りますよね、知ってます。さあさあ、どこから落とすかなんですけど、とりあえずアナベル入らない、仕事をしない。うわ、すごいすごい暴走、すごいぞ。一体どうなってやがる。痛い痛い痛い、強いっすね、やっぱりアナベル。敵に回すと、まあ、暴走したらなんですけどね、自分のアナベル全然暴走してない。速いな、速度、いい速度してる。全く何もしてないですけど、こっちびっくりするぐらいに。どうしましょう。えい、痛いっすね。結構ね、火力あるんすよね、アナベル。どうなってんだろう。強いっすね、かなり。防御デバフ入れてからは行きたいんですけど、防御デバフがまず入らないっていう辛さ。入る、あー、すごい抵抗、抵抗が上がりますかね、アナベル覚醒すると。なんで結構初期値から高いです、抵抗は。よし、大虐殺、ドン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 、強いですね、やっぱり。エシールはしっかり防御デバフが入った後決まるといいですね。うわ、抵抗が高いな、このパーティー、すごいな、抵抗力。こっち回復力がすごいです。基本的に全員持ってますからね、回復。よいしょ、もう一丁。どっちかって言ったら赤の方を先に落としたいんですよ。攻撃デバフが入る、おっと入った。さあ、どっち行く。赤も落としたいけどな。ただね、水属性 HP が50上がってるんで結構耐えるんですよ。一気大虐殺、バン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 、素晴らしい、気持ちがいい、エシール気持ちがいい、ナイスです。あとは、うわ、またいきますよ、大虐殺、いきますよ、大虐殺、バンバンバン、気持ちがいい、気持ち、そして俺が気持ちが悪い、そして俺は気持ちが悪い。さあ、あと行きましょう、行きましょう。そんなことはね、中学校から言われないで、気持ち悪い、気持ち悪い。おっと、止まりますね。パソコンつけっぱはダメですよ。電気代もあるし、パソコンも壊れますからね。皆さん気をつけてください。よいしょ。防御デバフ入れて、ゲージ上げます。普通に攻撃して、大逆転です。エシール大活躍ですね。全部とどめ、エシールで。はい、対戦となりました。はい、続いてはこちらの方を対戦していきたいと思います。定番の PT ですね。ザイロスを含めた。速度リーダーに、グリフォンでゲージを上げて、スキル再延長ザイロスで打って、ルシエンで最後、切断で、壊滅的なダメージを与えると。最強 PT ですね。ただこの PT の欠点は、どれだけグリフォンが速いかによるんで、もう本当に初手のスピード勝負ですね。こっちも速度リーダー、同じ 19% のタイロンを積んで、クロエが、自分の遅いんですよね。244ですね、速度。これよりバナードが上だと多分一気にやられますね。あと運ゲーになります。スキル再使用を打つかどうか、切断を打たれるかどうか、その勝負になってくると思います。それでは対戦よろしくお願いします。一瞬で勝負つきます、これ。一瞬ですよ。どっちが早いかだけです。イエス!ギリギリですね。バナードもゲージマックスですもん。イエス、張ります。で、上げてくるんで、多分一気に攻撃きますね。ほら。危ない、スキル延長。免疫あるので大丈夫です。ランキルも大丈夫。ここで略奪タイム打っときます。で、ザイムスは基本的に怖くなくなったんで、打ったんで、切断が怖い。ルシエンを狙っていきます。いいですね。ルシエンを落とす。ここで次元爆弾をセッチング。
どうしましょう。爆弾解除系はいないんで、基本的に。ザイロスをやっていきます。ルシェンは多分、爆弾で、多分死ぬと思う。火力あるんで。ここはもう普通に、アタッカーのザイロスとかみたいな。よいしょ、ナイスショ。海賊の竜気。素晴らしい、海賊の竜。爆弾前に倒していきたい。このマラッカの頑張れ無駄にしていくスタイル。素晴らしい。やっぱり一瞬ですね。ここは本当にグリフォンがどんだけ速いかどうかっていう速度パーだと思いますね。ご対戦ありがとうございました。はい、続いてはこちらの方を対戦していきたいと思います。まあ、無理でしょうね。戦う前からなんですけど。これやばいでしょ。リティッシュ1体くださいよ、マジで。2体もいるんだったら。めちゃくちゃいいですやん。しかもこれ獣に好かれますね。動物に好かれるタイプですね、この人。白い獣に、緑の獣。緑のタヌキ2体ですよ。おまけにこんな可愛らしい獣までついて。めちゃくちゃ強いですね。まあ、とりあえず、免疫を張りながら、一気に畳みかける感じですかね。2体のアタッカーで。どっちも耐久系アタッカーなんで。ヒザルも、このラッカーもですね。なんで、それで一気にどっちかのリティッシュを叩いていきたいなと思ってます。それでは対戦よろしくお願いします。速度はね、とりあえず勝てますよ。速度系の相手じゃないんでね。回復もね、結構困るんですよね。まだ街でいいと思います、ここは。風が吹く。動きますね、やっぱり。こいつが速いんで、速い方が倒してます。普通に攻撃。一旦目は様子見ですね、様子見で。痛いなバフをつけます。二旦目から勝負。回復が飛んでくる可能性が2ターン目かなと。こっから一気に。ただ防御デバフが入ってくるのが痛いな。来たか。しょうがないです。回復はもう想定内です。次の1ターンで多分、サルが防御デバフ入れるようになるので、そこで勝負ですね。ここで防御デバフ入れて、崩壊を入れたい。お願いします。入れ。入った。ナイス暴走。来ました。ダッカンが遅い。ダッカンが遅い。で、入れながら、あれ嘘でしょ。暴走無理じゃん。崩壊ダメだな。防御でも取れてたら勝ったかも。落としてたかも。ナイス免疫っす。危なかった。防御デバフ入ってますから。回復入れてくる。攻撃。耐久とかめちゃくちゃ強いですね。全員耐久型だと。自分のモンスターがお話にならないですね、これ。はっ。ナイス防御デバフ。ナイス暴走。うわ、やっといったよ、俺だ。勝ったいな。でもみんなボロボロですよ、スキル使って。ダメージも蓄積してますし。もう一体リティッシュ落としたいな。防御デバフは怖いんで。これミス誘発ですか。地味に痛いのにミス誘発も。いいですね、獣。自分も何色でもいいから、一体欲しいですね。こんなに強いのかよ、獣。やばいな、ラパンが。回復したいですね。免疫で、あー、ラッキーラッキー。オッケーですね。崩壊打ちたいですけど、防御デバフ入れてからの方がいいんで、とりあえず我慢ですね、ここは。我慢。ただひたすらに我慢。我慢。ナイス。瞑想入っていきます。こっちも回復入れていきます。ここに防御デバフですね。入んない。やばいな。防御デバフがないと。ボタンか、スキル上げてないんですね。あ、撃っちゃった。撃つと。ボタン間違えた。やばいな。まだピンチじゃないから免疫は張らないです。
そろそろ防御タウンのやつがもう勝ってない頃ですけど、回復使って一気に落とそう。暴走お願いします。サルの暴走みたいな暴走。ナイス暴走、ナイス暴走、暴走系、暴走系来ましたね。いいっすね、お猿さん。結構ね、よく言うじゃないですか、防衛だと暴走するけど攻めんとき暴走しないみたいな。ヒザルは違いますね。なんかヒザルは結構暴走するんですよ、攻めで使ってるとき。なんで吸血の猿とかも結構おすすめされてるんですけど、自分は暴走一択で押しますね。すげえ暴走するんですよね、猿。かぐ姫並みに。まだあと1ターンありますね。ストップして、とりあえず回復が白い狐だけなんで、あとはそんなに怖くない。とりあえず防御デボが入ってくれたら早めに片付けれるかな。まだいいですね、マフは。二人ともアタック化にはついてるんで、普通に攻撃して一気に押しますか。解放して崩壊ドン。デバフがつくとね、まあいい火力出るんですけどね、まだちょっと分源泉が進んでないんで。ナイス暴走、いいでしょ。サルめっちゃ暴走しないですか。もう好きなんすよね、サルが。もう全然使ってないですけど、ルーン全然強化できてないんで。初期ですね、銀2、銀3あたりいるときにすげえお世話になってたんですけど、水湯当たってから水湯のルーン鍛えちゃってて、今現状水湯が一番ルーンいいんで、基本的に攻めはね、水湯になっちゃうんですよね。ちゃんと強化したら強いんですけどね。よっ、あと奥でいいか。いや、やっぱ強かったっすね、ほんとに。天に向こうの力士が暴走して全然負けてました、ね。対戦ありがとうございました。強かったです。すごい強の持ち主ですね。はい、では次はこちらの方と対戦していきたいと思います。こちらの方も強そうですね。とりあえず、水イフを潰そうっていう魂胆ですかね、この、北斗の断り。風仙人は本当に、あれですね、水イフに対してかなりメタを張れますよね。で、ちゃう。あと、剥がしと回復にベラディオン、防御デバフ要因ですね。だから多分、アタッカーがちゃうと、風仙人で、多分、風仙人が一番厄介ですね。ちゃうは体力が半分、減ってからの威力がやばいんで、防御無視になるんでしたかね。30パー以下で。なんで、シャウはちょっと厄介ですけど、最後残して、風仙人とベラデオン、こっちどっちかを攻めていきたいなと思ってます。それでは対戦よろしくお願いします。いきますか。さあさあ。おー、出ましたね。結構早い割にあれでしょ、ベラデオンが、石ついてましたね。ちょっと名前忘れちゃった。石ついてましたね。珍しい。やっぱり最初、ベラデオン落とされるっていうのは懸念されてたんですよね、この PT としては。厄介ですからね、ベラデオン落とされるの。よいしょ。まあまあの火力が出ます。ここで逆にゲージを上げちゃうんですね。アタッカーを先に攻撃できるんで。おー、早いな。よいしょ。攻撃バフ入れた方が良かったかな。失敗したな。あれ、防御も入ってる猿。殺されちゃうっすよ。いいダメージ。いいダメージ、そら、外出も止まります。そんなダメージ食らっちゃうと。痛いっすね、ナイス3、ナイス3匹。で、ここで、スキルマじゃないから、疾風が打てない、打ちたい。迅速ですから、暴走しないですから。おぉ、いいダメージ。猿落とされる、厄介ですよ。結構キーマンですかね、猿。あっぶねー、猿落とされよった。これでもね、防御デバフなくなったんで、ちょっとゆっくりできますね。よいしょ、ナイスミス。攻撃パフはまだいいんですね。うぅ、ボクソの言葉ね、かっこいいっすね、名前がね。一気疾風、あー、クリティカルじゃない。クリリスみんなどれぐらいしてるんですかね。自分70後半ぐらい止めちゃってるんですけど、
それでさっきの入らないあ、落とした。ラッキー。そりゃこんなダメージが出たらやっぱり画質も止まりますから。結構出ないんですよね。水弱点に対しては 15% クリル率が上がるんで、それだと75後半で 90% クリル率があって、弱点の相手に対しては確実に入るんでしょうけど、ただちょっと同属性または弱点属性だと全然出ないですね。防御デバフかなかな。買いっぱだけですね。シップ打つと怖いんですけどね。バフつけれるんで、ここは待ちますね。よいしょ。30%つけないよな、まだ。地味に痛い。ここでバフつけてから一気に勝負ですね。30%切るようになるんで。ゲージ上げといて一気に落とします。どれぐらいだよ。おお、1万7000、結構出ますね。前まで体力フリーだったんですけど、6番攻撃パワーですね。バフデバフで1万7000やったらまだ使えますね。やっぱりランカーさんとか強い方のラグマンはやっぱり3万とか3万5000出るみたいですけどね。対戦ありがとうございました。それではですね、もうちょっと画質がもう乱れてちょっとパソコンがお疲れ気味で自分は元気でみたいなね、いつもとは逆な感じなんですけど、もうちょっとね画質が乱れるんで、今日は4戦だけで終わりにしたいかなって思います。いやー強かったですね。やっぱりもう金星2になるととか、もう金星に入ってくるとやっぱりもう強いですね。相手さんが普通に水 F とかいい感じで防衛組んでても全然攻められますしね。ほんと赤星になるのはいつになる話やらって話ですよ。何回話言うねんみたいなまあそれはいいですわ。あー画像がひどいな。じゃあもう無駄な話もあれなんで、これで動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。